横浜フットボール映画祭2024開幕直前スタッフ団塊。この動画では10月12日と13日に開催されるエキスポについてご紹介をします。フットボールエキスポについてご紹介いただいてもいいですか。まあフットボール映画祭はもともとあのサッカーを まあ、描いた作品サッカーの様子だったりとかサッカーに対する愛情を描いた作品を、まあ、上映してきたイベントなんですけどもあの周りに見渡すと、まあ、映画だけじゃなくていろんなことでサッカーへの愛情を表現してる人たちってたくさんいるなと思っていて、まあ、それは例えば写真だったりとか小説だったりとか漫画だったりとか。 まあいろいろあるなと思っていて、まあ、なんかそういう人たちのこともなんかぜひ紹介したいなというふうに思ってて、まあ、きっとその映画祭に来てくださる方も楽しかってくれるんじゃないかなということで、まあ、始めたのがフットボールエキスポになっています。でまあ、今年でえっと3回目になるのかな、はい、あのいろんな方々に出展していただいてさらにいろんな楽しみ方愛し方ができますよということをです、ね、体験してもらえるようなイベントになっています。 このフットボールエキスポに出展される方のご紹介をお願いしてもいいですか。今回は7ブース出展いただくことになっています。まず一つ目がですね、ガレージトリコロールさんっていうブースになります。これご存知だったりしますか。はい。はい あまりののサポータータなのででそうですねこれなんかちょっと今あの今までのものとはちょっと新機軸なんですけれども各 J リーグのクラブ、まあ、ヨーロッパのクラブとかもそうなんですけどもだいたいいたチームバスっていうのがありますよね、まあ、それをなんと自分のミニカーで各チームのやつを再現しようとする方がいてですね、はい、界隈ではなんか人気だったりするんですけども、まあ、その今まで作られてきた作品をフットボールエクスポの会場に持ってきていただいて。 皆さんでめでようというですね <laughs> まあすごいこれ多分僕たちの場所でしかなんかなしえないことなのかなと思っていましてまあそれはあのぜひぜひ皆さんに見てもらってあそういう楽しみ方もあるよねっていうのが知ってもらえればなというふうに思うんですけどもはい <laughs> なかなか試合の日にしかこう直接見れない選手バスがここで間近で見られるというそれがね全部あのあのカテゴリー超えて見れますので。 あこんなふうなラッピングの仕方もあるのかなとかこんなデザインとかあるのかな,なんか意外に結構ねパターンもあって面白いので、まあ、そういうのを知ってもらえるといいかなというふうに思います次の出展者の方もご紹介いただいていいですか次はですね吉岡千尋さんの、えー、フットボールアルケミストの、えー、原画複製原画展になっています。 あのえっと「フットボールアルケミスト」っていう、まあ、作品があって「フットボールアルケミストは」はサッカーの代理人を主人公にしたっていう作品ということであのライターの木崎信也さんが原作もされていて、まあ、そういう中すごくあのあた切り口も新しくてメディア芸術祭で、まあ、入選したりとかっていうことで、まあ、評価を受けていて、まあ、そういう作者の、えっと、吉岡千尋さんがですね、えっと、フットボール映画祭にも過去何度か参加していただいた応援がありまして。 まあその作品をまたもっと改めて皆さんに知ってもらうきっかけになればなということで、えー、作品の原画だったりとか複製原画デジタル出力したものになるんですけども、まあ、そういったものを展示するイベントになっています。実際に作家さんが描かれたものを、ね、見れるっていうことでいうと結構貴重な機会かなと思いますので楽しんでもらえればなというふうに思います、はい、世界観もすごい独特な世界観で今までのサッカー漫画とはまた違う。 エージェントのテーマでもよりちょっとまた世界観の違う作品になっていたりするのでこれをきっかけにあの実際に漫画を手に取ってもらえるたら面白いんじゃないのかなとも思ってますありがとうございますでは次の出展者の方のご紹介をお願いします、はい、次は J サポフリーペーパーサミットエクストラになっていますはい。これはいろんな J リーグクラブのサポーターが フリーペーパーーペパを作って,るっているるうケースがあるんですよね自分たちのホームゲームに来るアウェーサポーターの人たちに自分たちの町のことを知ってもらいたいと思って作ってる人もいるし もしくはその自分たちのサポーターのためにチームのことをもっと知ってもらいたいと思って作ってる人たちもいるし何かいろんなパターンがあるんですけども映画祭の方にも彼らに出展してきていただいてまああの今までどんなフリーペーパーを作ってきたのかっていうことをまあ実際に展示していただいたりとかして手に持ってもらえるようにしてその楽しさを発信してもらうとともに多分まああのえっとそういったものものを。 作,ってくれ作るような人の仲間を増やしたいのかなということも目的にされていてとていうことで各クラブのサポーターの人たちが集まってきているのであの中コミュニケーションしてもらったりとかあこれ実際に手に取ったことあるよとか,なんかそういういいことともあるなと思いますね、うん、サポーターによる発信を、ね、よりその輪を大きくしていきますね。うんうん、この企画で,はで なんか僕たちの映画祭自体も、まあ、基本的にサポーターが運営しているものなので。まあ、それでいうとも、かなり近しい存在だったりするんで。まあ、なんかそういう発信をしていく人たちが、もっともっと増えればいいなというふうに思ってます、ね。はい、ありがとうございます。では、次の出展者の方のご紹介をお願いします。はい、えっと、ヤドカリかけるたわごとというところで。えっと、ヤドカリという、あの、ジリーグサポ向けの、えっと、オフ会を。 やられている方と、あと映画祭にもずっと携わってくれているたわごとチャンネルという清水と岩田あのぶっちゃけ犬猿の仲なんですけれども一緒に YouTube の,の動画を撮っているコンビの、えっと、コラボの、えっと、コーナーになってます。どんんなことを当日は知っていただけるんですか まあね、謎が多いんです謎が多くてまだ企画段階ではあるとのことなんですけれどもただもともとこういうサポーターのコミュニケーションの場っていうところを作ってるたりとかそういう関わりを作っていくっていうところをやられてる皆さんなのでなんかこういうつながりっていうところを新しく生まれる場所にしてくれるのではないのかなと期待しております。はい、ありがががととうございいまますここでまたろんな方がつな方つれると いいいいいなとううふうに思いまます。す。次の出展者の方の出者方ご紹介をお願いします、はい、ここからはですねあの、まあ、ちょっとオフィシャルに近いものが多くて、まあ、今までは、まあ、サポーター発信の企画のものが多かったんですがここからその中クラブだったりとかっていう形になっていくんですけども、はい、まず一つ目は名古屋グランパス、えー、グランパス卒業プロジェクトさんに、えー、と参加いただくことになりました。はい 今あの世界的に、まあ、クラブのリブランディングっていうかエンブレムとかそういったものの,、まあ、あのアップデートがすごくあのいろんなところで行われているんですけれども、まあ、その中でも名古屋グランパスエイトも今年エンブレムが変わったんですけれどもエンブレムを変えていくことの中でそのグランパスソシオプロジェクトっていうクラブだったりとかデザイナーだったりとか選手だったりとかサポーターの方だとかみんなでそのえっと まあ、プロジェクトチームを作って、まあ、そのどういうふうにエンブレムを変えていくのかっていうことをですね、まあ、情報を共有しながら意見を集約しながら作っていって、まあ、新しいエンブレムを作っていったっていうことなんですけど、まあ、その過程をですね自治体の中どういうふうなやり取りをしてなっていったのかみたいなことを「フットボールエクスポ」で展開しませんかってご提案したら「まあ,あぜひぜひ」っていうことになって実現してですね ということで、なんかそのクラブの方に参加いただいて,ってこと、あとはまあデザイナーさんとかもね。参加いただけるということで。あの、この日ちょうど、あの1日、一日十三日かな。が、あの、ルヴァンカップ。あるんだよねあ。そうなんですよ。そうなんだよね。<laughs> はい、名古屋グランパス対横浜 F マリノスの。そうなんですよね。はい、ルヴァンカップで。グランパスサポーターの方は、なので、まあ、これを見て。 ベンゲルの映画を見てってことになって、でルヴァンに行ってっていうことでもう最高の連休になるんじゃないかなというふうに思います。十、は、三、い、<laughs> 日が試合ですかね。そう,ねはい、そうですね。じゃあ十二日にぜひ。はい。お待ちしてます。はい。では次の出展者の方のご紹介をお願いします。はい、はい。次はですね。えっ、ー、とユーデオリベイ連戦っていうですね。まあ、あのー、ポルトガルのクラブなんですけれども。これはあの横浜 F. C. とマルチクラブオーナーシップ。<laughs> っていうまあ関係にあって、今あのいろんなえっとマリノスもそうだったりとかレッドブルなんかもそうなんですけどもまあ一つのオーナーが複数のクラブを持つことでノウハウの共有だったりとか選手の情報の共有だったりとかまあそういう相乗効果を出していこうというまあ動きがあるんですけどもそれをなんか日本初でまあ展開している横浜市さんがやってるんですけどまあその実際にえっとポルトガルで、えー のまあ、まあ、もうその、えっとっオリベイ連セ自体はですねもう創設から100年以上経っている、まあ、すごく歴史あるクラブなんですけども活動の、まあ、様子だったりとか将来向けてどういうふうな、えー、考えているのかっていうことをですねあの体験できるようなブースになっています。あのオリベイ連セは、まあ、あの去年までねあの三浦和選手も所属してたりとかということで皆さん知っている方も多いかなと思うんですけど、まあ実際どんなことになってるのかとか。 あと今横浜からもえっと若い選手がえっと4人だったかな、席してまあプレーしてたりとか、逆にそのえっとオリベイ連戦から横浜 FC の方にも何人かあのブラジル人の選手が来てたりとかするので、そういったところの最前線どうなっているのかっていうことをなんか知ってもらえるいい機会になるんじゃないかなというふうに提携するところの強みみたいなものが知れるかなっていうふうに思います、ねうんはい、ありがとうございます。 次の出展者の出者ご紹介をお願いします、はいえっと、次が「ゴルストア翼」というところで、えっと、今回あのトーキングスタジアムの方にもえっと高橋陽一先生「キャプテン翼」の作者の方がいらっしゃるというところで、えっと、映画祭のスポンサーさんでもあるゴルさんがあの今葛飾の方で展開しているキャプテン翼の,あのゴルさんのキャプテン翼グッズに特化したお店の出,出張版というところで今回ご出店だきます。 うキャプテン翼ファンの方にはもう世界中にいますからねゴールストアさんの翼店は本当に世界中から今お客さんが来てるというところで一種の聖地になっていたりとかですごくやっぱりゴルさんのキャプテン翼のグッズって作品への愛がすごいんですよ。 でまあこの僕もかぶってるキャプテンつば翼くんのイラストの帽子だったりとかあと T シャツとかも原作のシーンをうまく活用してて一番最初の「キャプテン翼」の名シーン例えばあの有名なところだとあのバスの下をボールを通すあのシーンだったりとかあ,、はい、あと翼くんと若林くんの初対決だったりとかキャプテン翼愛のある グッズなので、あの本当にゴルさんしか作れないキャプテン翼のアパレルっていうところをあの購入してもらえる場所になるかなと思います。はい、またゴルさんだからセンスがいいんですよね。<あ>なんかデザインとかがね、ねまあいちいちかっこいいんですよね。原作ファンの方にはそのリスペクトされたグッズを手に取っていただけたらと思います。ストーブレクスポはまああの12日はえっ、ー、と午後1時から午後7時まで。 十三日は十時半から十八時までの開催になっています、うん。まあここ自体は無料であの出入りできますので、あのまあ映画の前後にまあご覧いただいてもいいですし、まあ東京イベント前後でえご覧いただいてもいいし、もうここだけ見に来るってことも可能なんで、まあぜひぜひあの覗きに来ていただければなと思います。うんはいはい、皆さんのご来場お待ちしています。はい、はい、でははい、十月十二日と十三日お待ちしています。 ぜひ来てください。